はい、続いて氷さんがワンピ側。氷さんは何回目だったかな、何回か出てくれてますよね、確かね。さあ、こちらが、イオリアとナックリスが裏暴れ潰しからさあ、画面端の攻めがきつい。これを打ち切るガガード。さあ、ヒロとガードが硬い。さあ、ガーキャンも突って、あ、ヒロと冷たい。続いて氷さんの中堅のアテナ、ゲージがないのがちょっと苦しいが、キンディーからマイビー、上を取っていくのはヒロト。ああ、ちょっとやりたい放題に近い状態になっている。あれは動きたくなるようなところ、冷たすぎる。はあ、端に戻して今度は C 投げ、最後は空破弾、まあ、ガーキャンされてもっていう考えですね、おそらく。さあ、両者の大将の裏クリスですが、ネクリだと思ってしまったが、さあ、何か一発決めておきたいところですが、ヒロトが冷たい。ガーキャンする。厳しい対空でよく見ている。しかしゼロロット、最後はねじ込む演習。ゲームオーバー。メイプルプーさんが 1P に座ります。あ、プーさんはやっぱチョイのイメージが強いですね。チョイ裏クリスト取って、あとはシャンフェイとかなんですが、今回はネームレス。ヒロトは変わらず、カスミアンディ、裏ロバ。あ、先方戦チョイ対アンディ、これはちょっと、まあ、チョイ側どうやって勝つのかなっていう感じがするんですけども。あー、捕まってしまう、カムラク。NC がきつそう。まあ、開幕からリードをこう保って逃げ回る形なのが理想だと思うんですけど、一回捕まって体力リードを奪われるとかなり苦しそうですね、それ側は。いやー、これは痛い。あ、ここでキャップさんが早い、いつもより早い登場。試合の方は続いておりますが、さあ、またも画面端。あ、脱出するが C 投げ、大剣からよくガードしている。体力削り合って投げを外してスライディング。ヒロトのゲージはマックス。ここは打ってセセイから禁止重ね、ガーキャンで吐き、またも画面端。時間がないが、ここはダッシュする前が刺さって、あ、なんだ、最後昇竜でタイムアップ。プーさんがなんとか取り返しますが、ヒロトの中堅の裏ロバ。
さあ強気に小鼻が刺さり、繋がっている。クリス側はこれどうすんだろう。さあ、まあ、無難にとってプーさんの大将がネームレス。ここはまあなんか逃げ地ぐらい消費してプーさんが勝っておきたいところですかね。ジャンプが刺さって、いやー前A が波動になってしまう。来るが、あー空中くらいでもこのダメージ下がって、うわっ、だー強い強いっす。さあどんどんいきましょう。ワンピガーが万太郎さんです。オーダーセレクト。そう、万太郎さんもこのなんかよく見るというか、キングとこのアンディがセットになっている感じでございます。さあ先鋒戦はこれはどっちがどうなんだろう。お互いはなんか NC を軸にいつ飛び込んでいくかってところですかね。まあ、飛び込んでいくのはアンディ側かな。まあ、キングは飛び道具があるんでね、そこら辺の読み合いになってくると思うんですけども、走ってきたところに足払い。歩いて投げて、いい投げたら、うわー繋がってスペインまで入る。あーこの体力以上はでかい。最後にお前が決まるが、これタイムアップ。最後ゲージがたまる。ここで同キャラ、今日なんかアンティ率がちょっと高い気がしますね。あれ気のせいかな。さあこのなんかテカテカしてるのがヒロトの方。いい投げで端に戻して、足払い強引に突っ込んで中段からせせい。さあ投げているのはなぜかヒロトの方。さあ粘る。さあ相当な粘りを見せるヒロトのアンディ。中段もガードして、投げも外して、強いんだけどマジ。さあこれ投げがようやく通る。さあブランクを全く感じさせないこの動き。さあゲージを破壊されてしまうが、これにいないが通り。だんだん激しくなってきた。前ビアしっかりガード、飛ばしから友人客。いやー友人客、この手がやっぱ空中で軌道を変える技ってやっぱ良くないと思うんですよね、本当にいろんなまあそうなんです、良くないんですけど、霞もそうなんですけど、なんか良くないことがよく起きるじゃないですか、格ゲーで空中の軌道が変わるって。ね、本当に良くないもう重ね当てありますけど、もちろん。あ、これ小前からここ安定の飛ばし。いやー苦しいこれ。いや、霞はまだ、あーうまい、なるほど。
裏ロバ使いであんまやらないようなことを決めていく。ここはあー出ない。あー最後はなんかよくわかんない前が刺さりヒロトの勝利。今自分ととんかつさんがじゃんけんでとんかつさんが勝って出たんですけど、あの事前に何も決めてなかったのであの勝った方がいくのか負けた方がいくのか全然分かんなかった。すごい変な読み合いになったの今。でとんかつさんのバイスと見事なアンディ、うわすげえ、うまい、今のはうまいチョイスですね、技のしっかりしている。さあ中段も決めて、さあギリギリ届かず、うわかなり技のチョイスがいいですね今の流れ。あーしかしねじ込んでくる。あーすごいことになった、すごい。ここは落として、いやーつながってるし減るし、すごいことになってます。なんとか逃げて、しかし受けたダメージが半分以上。ここは死んだ。でワンピーマとんかつさんもとい新宿片桐さんなんですけど、なんかあの大山ニュートンだけ行われたパズルマニアっていう結構でかい大会 のパズル、パズル玉、パズル玉って対戦パズル玉部門で優勝してきたっていう話です。さすがの新宿片桐さん健在ですね。しかし試合の方は裏ロバに蹂躙されてしまう。じゃあまあ多分ゲームオーバー、俺かな、俺し、はい。で 1P 側は食さんが迎えました。ヒロトさんの連勝が続いてますね。続いていますよ、続いていますよ。オーダーセレクト。なんかあのロバートマジですごいんですけど、たまにやりに来てめっちゃ気持ちよくなるよだってさあ食さんは今季はですねベニマル系だカスミですね。ヒロトさんは変わらずアンディ・ウラロバートカスミ。かぶってるかぶってる、高い方選んで暴れ潰したけどベニマルの足払いも早い。これやっぱりアンディは落としづらいんですかね、昇竜弾とかで。どっちのジャンプもそれなりに落としやすいっちゃ安いとは思うんだけども、はい、両方とも軌道変化あるんで。なるほど、なんともかんとも。いや、軌道変化は効かないってさっき軌道変化使う人が言ってましたから。すげーすげー体育昇竜が NC に。こういう時は何やってもうまくいくんですよさて時報出てくるわけ A ダッシュ。もうアンディはほぼ体力満タンだぞ。今日のヒロト君はね、持ってるから多分道で困ってるおじいちゃんとか助けたらすごいお金持ちだったりするんだよなんて言ってる間に K ダッシュの体力はもう半分、画面端に追い詰められて苦しい K ダッシュ。このまま何もすることができないのか、ね、空気読んで C ボタンを押したりそっと飛翔弾、飛翔剣が打ってるだけのようにも見えるんだけど、そう、これがね、やっぱり持ってる人の。もう食さんの口を開けて悶絶している。そして最初出てくる赤いかすみちゃん、開始迎えることはできるのでしょうか。口払い、あいや、ね、あいや、ジャンプで乗っていくも、シャンティの方がジャンプが高かった。シャンティが遠心で追い詰めてくる。
アンディのターンになるとすごい急にゆっくりになるんだけど、怒ってる怒ってるぞ。だが大丈夫、プルコにはいかない。うまく昇竜弾で落として、チャーリヒで落として、ハンマーだよね。ここはちょっと切れちまったシーンの昇竜弾で、かすみちゃんが、ね、切れちまったっていうか、なんか心に余裕がある感じだったけども。さて、時報出てくるはヒロトさんの裏ロマートが3本ゲージ持ち、怖いですね、これは。友人チャレ、早速画面端を締めて、ゼーマルさんがうまく抜けて、ここはコマ投げを決める、ゲージは使わない、温存していく。友人チャレ、旋風キャラ、サンプリーが強い、ジャンプ CD も強い。あ、やっぱり食さんに何らかの呪いがかかってる。まだまだ、まあ、お互いゲージはマックス、ここは1本入った脱出、かすみちゃん。まだまだ、お互いに空中戦強いから何とも言いませんね、これは強い、うん、裏ロバ確かに C ボタンがね、とても強いからね。そうですね、あれで何度もゲットさせられたことか。ちょっと AD が当たる、フェネジが2回が当たる、ショウキさん、これはどうするのか。時間がない。あ、お、これは、あ、あ、長い、0秒長い。ショウキさんが悶絶している、すごい顔している。勝ったのに苦悶の表情。さあ、かすみ同キャラ対決。さあ、覚悟はいいでしょうか。まあ、ないとは言わんが、ゲージはほぼ同じ状況だ。はい。ここでおもろい生発動。あー、ジャンプ CD が刺さって、まあね、なるとね、もう期待値の勝負ですね、期待値。 PR さん、はい、ワンピース丸は PR さん、この実況席っていうんですか、こう、この実況席座ると逆に画面から目を、まあ、モニターは見えるけど対戦者が1メートルぐらい後ろにいるわけで、まあ、でも座ってくるくる回るにはいいですね、これね。さて、初手はひなこ対アンディですが、おっと、これは後転で逃げるが、ちょっと画面端を横回れる、手榴弾できっちり落として、めずっていた、コマ投げ決めて、 C、高い、うまい、期待していますね。この事件だ、会場で逃げる逃げる、だが逃がさないひなこ、切ない。足払い刺さって、なんだ今の、YBのミスか、すごい、うまい、よく集中してた、すごい。さて、初手対決はアンディが制して、次時報出てくるは TR さんのセスですね。今日はノジャンやっててセス率が高い人ってイメージあるんですけど、セス率が高い、はい、なんか隣の台でもこっちの台でもセスがいるみたいな感じが、どうなんだろう、ティアラさんガチームがこれなのか、まあ、これなんだろうけど、ガチじゃないですかね、ずっとこの次回の時もこのチームでやってたので多分ガチだと思いますけど、おーっと、おー、これは気がない。さあ、中断は見えなかったが、できなかった、あのマックス2、確かなんだっけ、火星のエビフライの部分ってよく見ると足じゃなくて頭で飛んでってるっていう、なんか前に誰かから聞いたんだけど、そうなんだ、そうなんだ、後ろへ出ちゃった。8D が刺さる刺さる、なんかそうよね、なんかごめんねみたいなポーズ取ってたけど、さあ出ました、裏ロマ同期の対決、これほど不毛な戦いもないでしょう。アイドルヒロトさんへちょっと、あ、今1本溜まりましたね、ゲージが。これね、ネームレスなステージとかで暗い画面だったらどっちがどっちか分かんなくなるんじゃないか。よくありましたね、画面が暗くて分からないキャラクターが、わー、わー、よく分かんなくなった、届いた、男子が強い、おー、おー、おー、
おお。迎え撃つヒロトさん。うまい、うまいが。なんか王とかワーしか言ってねえけどさ。いやもうそれしか言えないですよ、ね。何言えばいいのさあんなの。本当カスミとかロバートは何とも説明しづらい現象が生まれるな。ポンザさん、ポンザマン、ポンザマン。さあお互いガチームどうなるのでしょうか、この戦いは。あ、さっきも見ましたね、ベニマルアンディ。そう、なんかベニマルとかアンディとかキングとか比較的平和な対戦。この後に控えてるのが凶悪なメンツですからね、キャラクター的に。おっと、画面端でコマ投げ決めて、あっと、ちょっと立ちでは入らず。さあリード半分取ってるのはヒロト君だが、そろそろ取り戻しそう。少し榴弾が出なかったか。さあクリスガードだが、これ潰すのライジン剣が引っかかる。そしてコマ投げ。ちょっとポンザさん後がないぞ。さあしばらい、なんか歩いて忍び寄ろうとしたところに、もう一本歩いて小ジャンプで飛び越そうっていうかめくろうとしたのかな。さあ時報出てくるのはポンザさんのイオリですね。おっと、今のは狙って、いや狙ってみたことはないでしょ、いくらなんでも。先端で当てようとしたのかしらとちょっと思いつつ、イオリの早出しジャンディがめんどくさい。いよいよほとんど損傷なくできましたね、うん、アンディを倒せましたね、うん、出てきた裏ロバート。おお、タクにはタクはかけずに、うわあ、画面端閉じ込められて、ここはゲージを吐いて逃げる。いやできれば近寄りたくないですからね、この人。あ、画面端にまた閉じ込められてしまう。どうなるのか、これは全然で避けるチェント。うまい、ラストキャン、コマ投げれ、あれまだ来ない。あれあれって無印の時に NC から放ってなんか2段目空振りしたりとかなかったでしたっけ。あれもう大丈夫ですかね。さて、態度を引き継いなされたかすみちゃん、ヒロトさんとかすみちゃんを見るのはなんか久しぶりな気がしますが、本田さんもかすみ戦はやり慣れてるでしょう。あ、中間距離でゆっくり、これお互い上も見てます。足じゃないでジャンディを返す。今は投げ使う、ちょっと足りない。ジャンプでちょっと避けきれなかったが、最後はジャンプキーリーで決める。さあ大将かすみちゃん対決です。お互いゲージは一応あるから結構攻撃力は高めでしょうね。これはゲージを払って先行を決めて、おさあかすみちゃんの体力が高くなったぞ。もう禁止打つ分には全然、かすみの同キャラなら